さあこの回打者8人目になります。中島拓也がバッターボックスに向かいます。今日は第一打席にセンター前ヒット。ワンアンドワン。セカンドの横、中島にもタイムリーヒット。この回5点目、ビッグイニングとなっています。もう今のファイターズの勢いそのままですよね。止まりませんね。まあ今日はライオンズに先制されて追いかける形になったんですけれども、しっかりとルブランも4回に攻略。中島は2打席連続ヒットです。特に若手が多いこのファイターズ、スタートダッシュが本当に大切ですということで、どの解説者もやはりこのスタートダッシュ鍵になるだろうななんていう話をしていたんですけれどもね。まさにスタートダッシュ勝ってる連勝ですから、すごく形としてはいいですよね。当たっています。これはデッドボール。あとはこういう怪我人が、ね、出ないことだけなんですけども、西川は右膝も痛めていますが、どうでしょう、ちょっと右足のあたりですかね、まあ、ちょっと余裕が出たらちょっと変えてあげることもちょっと考えた方がいいかもしれませんよね、はい、もう膝まで、膝痛めてるところへくるぶしのあたりでしょ今。痛いと本人は言うんですが、いや変わりませんという、そんな言葉にも聞こえました。直接当たってますね、ちょうどプロテクターがない部分ですから、いや、ありますか、ちょっとだけあるんですよね。ちょっと入ってますかね。プラスチックじゃなし革のところですね。けどまあ痛いですよ本当に。さあこれでこの回打者が一巡しまして、この回先頭バッターだった田中健介がこの回2度目のアットバットになります。今日はセンターフライとフォアボール。トゥトゥ、これはどうでしょうか。フェンスの手前まで来ています。田中はタイムリーツーベース。西川はサードストップです。中島帰ってきまして6点目。止まりませんね、西山さん。止まらないですね、本当に。これがもう勢いの差でしょうね、まあ、しかもみんな若手が多いですね。もう本当にイケイケどんどんというような、そんな雰囲気にもなっているんじゃないですか、ベンチは。もうね、やることなすこといい方向へ行くでしょうね、はい、これでもうあとは吉川がやっぱりね、7回ぐらいまでは攻めてピリッと投げてほしいですよね、このままね。そうですね。